こんにちは、ボーです。本日は6月9日から始まった鈴木敏夫とジブリ展に行ってきたので、撮影 OK だったところだけピックアップして紹介したいと思います。鈴木敏夫さんのこれまでの人生を振り返りながら、ジブリとの付き合い方がよくわかるようになっている展示会です。日本人ならきっとジブリ作品全部制覇しているはず。それに同じく私もジブリはしっかり制覇しております。なので拝見させていただきに行きました。本日6月9日だったので開演当日でした。そのため到着すると長蛇の列、9時半オープンの9時15分着でこの行列でした。どんどん人も増えていきます。まず入場する前からこの壁紙がお出迎えです。いろんな作品のいろんな名セリフとそのシーンが描かれています。並んでる人を飽きさせない作りになってました。入る前に湯婆婆がお出迎えです。湯婆婆と記念撮影をしてもらいました。私一人で行ったのですが、前に並んでいた方が撮影頼んできてくれたので、私も記念撮影してもらうことができました。ラッキー。湯婆婆毎日いるらしいですが、どこにいるかは決まっていないようなので、一生懸命見つけてきてください。では入場しましょう。大丈夫、あんたならやり遂げるよ。ここは福岡市美術館出てすぐにあるボンラバス桃地店のパン屋さん、ベーカーウェインズです。ジブリ後お昼をいただくためにやってきました。とりあえず感想としては最高でした。鈴木敏夫さんは宮崎監督が将軍ならば唯一文句を言い合いながら一緒にいい作品を作っていける軍師なんだなって改めて感じました。あ、これはキングダム見すぎですね。あとお土産屋さんは結構種類があって、私は紅の豚のキーホルダーとノートを買いました。ジブリ作品で一番好きなのが紅の豚です。皆さん何が作品が大好きですか？
この展示会とっても楽しかったのでみんな行ってきてください。お子様にはちょっと文章が多いかもって思いました。では